い。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、7階に行きますか。え、なに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 、ちょ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 、待って。いきなりの、やめてくれる？え、ちょい、君ら。ちょ、君らマジでやめろって。はい。ちょ、2匹いっぺんにじゃないとさ、2匹いっぺんにじゃないと、ちょっと私の体力が。あーぶねー。何事かと思ってやん、やめて、マジで。怖っ。さあ行きますか。よし、それじゃあ。一つ下の階、7階へ。グリーンフロア。なんだか、もうすでに久々な感じのするグリーンフロア。グリーンフロアでもさ、なんかめっちゃ色々生い茂っとってさ、なんかわかりづらいんよね。あんなところに潜り込まれたらね、やめていただきたいわ。んで？全然足跡ないやん。あ、天井から降りたけん足跡ないんかな。そういうこと？何？やめてや。やめてや、びっくりするやんか。まあ、ハートでゲットできたけんよかったけども。とりあえず扉の先か。そこは確実。あ、足跡があるね。え？何？どこに行ってんの？何？いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。ちょ、吸い込まなければ。ちょ、待って。君ら待って。ちょ、君ら待とう。はい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 、いい、オッケー。まだ。ふー、危ねえ。危ねえ。で、まあ、戦う前よりも、体力が増えたから、よしとしよう。とりあえず、上？んで、どこですか？まあ、これで行き先がわかるのは便利だけれど。まあ、こっち側に行けばいいんかな。わからん。とりあえず渡っていくか。よいしょ。んで？足跡ないんだけど。あ、あったあったあった。こっちにはないね。こっちの中ってことか。お化け猫や。ん？足跡は。え、ないけど。え、足跡ないよ。ん？え、でもこの中におる。ちょ、待って。この、え？どこだ？この辺なんか、え？この辺の茂みに隠れとるとかそういう、ことは、ない、ですかい？なんなん、どこなん？木の上？え？え、わかんない。全く持っておらんやん。あれ、取った後のやつも、また透明で表示されるんやん。あれよね。あの、マリオオデッセイでもそんな感じだったよね。え、おらんのやけど。どういうことやねん。どこやねん。どういうこと？ね、いないんですけど。いなーい。どこですか？ん？ここ？あ、おった！ちょ！なに？中入ってたよね。おい！いやー！巨大化した、巨大化した！ちょ、怖い。おい。やっぱりまたあれか。失格直前みたいな状態の時に、ストロボ当ててって感じかな。なんか、猫っていうより巨大なネズミって感じがする、すごい。早く襲いかかろうとしろよ。怖いよー。
早く襲いかかろうとしろよ。どうや、来るか。来そう。よっしゃー、来た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 。お、ここでもうやっつけれるんじゃねえか。1残っとる1。あ、またまた1本尻尾なくなったよ、あの子。え、再び1本尻尾がなくなったんだけど、1本ずつ、そういうことそういう感じなので、なんかこれさっき吸い込んだですよね、さっき吸い込んだのにってことはそういうことだよね。どこ行った？え、上行った？待って、上行ったんだけど、こっちから出ればいいのか。いや、何、上の階に行けばいいの？わかんないんだけど、とりあえず上行く。よいしょよいしょ、から入ればいいんかな。どっか、いや、いなくね。いなくね。どこ、外側、こっち側かな。よいしょ。え、めっちゃチェーンソーの音聞こえる。怖い怖い怖い。なんかこの辺の窓のとことか、いや、何にも来た形跡がない。え、何、あの誰、え、あの君誰なの。なになになに、怖い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 、誰君、誰だよ君。え、めっちゃ怖いんだけど。なんか誰か食べられてる。あ、もしかしてグーイージーと二人でやらんといかん感じかな。なんかぽくない。よいしょ。ね、多分これグイージと二人がかりでやらんといかんやつよね、きっと。これで、はい、引っ張りますからの、え、ちょっと待って、はい、これで多分いけるんじゃない。なんやったん今の。別に誰かが食べられていたわけではないのか。んで、で、別にこの先に誰かがいるなんてことも、なにこれ、扉の先進めんねえけど。あ、あれか、ルイージじゃないと進めんのか。そういうことか、そういうことか。ん、これ、これお化け猫じゃね？ですよね。え、ちょっと待って。ちょっと待って。そこに行くには、どうすればよかったんでしたっけ。アユナは記憶力が悪い。この辺り、なんかどっか行くためのなんかあったよね。これを残すんやったっけ。これをどかすためにはこれか。え、ちょい待って、チェーンソーがいるんやったっけ。そのチェーンソーをください。よいしょ。全然通れん。全くもって通れんかった。チェーンソー関係ねえや。あれ、普通にこれを、あれ、いや、でも普通にこれをできんよね。最近やったはずのやり方が分からず、吹いたり吸ったりしているが、他の方法を試そうとしてないだけで単純な方法で壊せるのであった。あ、そっか、一旦これくっつけんといかんのか。これでくっつけて引っ張る、で、この状態でアイグーイージも
くっつけて、あ、引っ張る。あ、壊せた。おい、待って、そこにはどうやって行くんだ。そこに行けないんですが。あら、そこに行く方法はないです。ん？あ、あれを回す。これもあれか、2人で回す感じか。この状態で、え、違うの？え、違うの？絶対そうやと思ったんやけど。もしやこれも吸盤が必要とか。あれ、もう注意した、この辺。アユナは一回通じると思う。そればかり試す習性があります。全然や全然や。ちょ待って、どうすればいいんだ。そこにいるのは分かってるんだよ。そこにいるのは分かってるんだけど、ん、どこから何をどうすればいいんだ。そう、何をすればいいのかがわからねえ。その中入れんかったっけ。答えはいつも単純です。あ、これ風送る方。はい、水出てきたよ。ほらほらほら、出てこいよ。出てこいよ、お化け猫。これでこっちもかな。二人がかりでやったら、いやー怖い。ちょっとめっちゃ怖いんですけど。ちょっと待って、これでまたグイージで、ほら尻尾あと一本。もう今や普通の猫と同じ。よっしゃー。なんかすごい内股になるよね。よっしゃ、いい。めっちゃハート出た。尻尾ちぎれてる、最後の一個。大丈夫、バランス感覚とか。あ、やった、ゲットやん。やったー、やっと取り返せた。ふぅ、9階のボタンまで長かったね。だいぶ長かったね。びっくりしたわ、なんかと思った。さあ、これでやっと。あのお化け猫は、あれかな。あのおばさんのところに、報告に帰るんかな。尻尾が3本ちぎられたよ。っていう報告。これ普通に降りていけるんかな？あれ？あ、そっか、こっちか。よいしょー。あ。これ別にさ、普通に行けるようにしてくれたらいいのにね。普通に落ちて。わざわざ戻って、いや、まあ、でもあれか。進行上、ストーリー上ここを行かんといかんときは、ちゃんと戻ってこれた方が、いいんか。ふう、これでやっとこさ、私は9階へ進むことができるよ。長かった。映画監督の編集はまだかな。よし、ということで、はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これでようやく次回は9階に向かうことができるんか。てか、全然メインの仲間たちが集まらんけど、まだキノピオ一人しかね、どんどんボタンだけは集まっていきよるけど。